さん、おじさんが寝るところで3でできるって食ってみましょう。これはおいちい。おい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 、あらあらあら、すいません。お、来た、畑君のカンパチ。やった、なんか黄色くなってる。ショゴ、うん、ショゴ、ショゴ、うん、結構黄色いんだよ、カンパチ。あ、そうなんですか。うん、わあ、うまそう。それは刺身で。刺身です。やったー、はい、隊長、今日の料理の計画は。今日はね、鍋やりますからね。お、鍋。そうそう、出汁を取ってね、あの、目地のならで、目地のならすごいいい出汁出るから、それでうどんも買ってきてありますので、まあ、うどん食いたい人はうどんで、まあ最初にスープ飲むなりしてさ、うん、まあその辺はあとはもう、あとキノコもあるんで、そういうのを中に入れるなりして。なるほど、うん、そうそう。じゃあ、ラインナップ的にはカンパチの刺身と、あとあのほらソウダガツオの刺身、ソウダガツオの刺身とメジナの漬け、漬けとメジナの鍋。鍋、うん、やったね。先が欲しかったな。結構でも豪勢ですね、本当。豪勢豪勢。ああ、よかった。釣れた、よかった、本当に、ね、うわあ。うわ、それも手で。おお。手でむしれる。稲荷とかカンパチは皮がね、丈夫なんだよね。照り焼きって美味しいんだよね、これもね。あ、美味しそう。照り焼きとかの、まあ、皮剥いちゃう人もいるけどね、皮硬いからとか言って。入れるね。わあ、うわ、いいっすね。ああ、まな板や。うわ、美味しそう。調査の専用。おお。あの、今回持ってきてもらったんで大丈夫ですか。またこれ入れる皿を用意してもらえれば。お、次。カツオ。これはね、またね、来たからね。うん。うわぁ、初めてだ、カツオは。お、それは何するんですか。ここにあの鱗ついてるから、カツオのさばき方を、あのさばき方を、こうしてこの、これを取って、うん、カツオ初めて食べるね。ですね。取って取って、うん、へぇ、鱗ほんとそこだけなんですね。そうそうそう、いつも通りに三枚におろす。あれを使わなくても骨が柔らかいです。うわ、すげえ。プリプリやん。おお、うまそう。うまそうだ。カツオのたたきとかにするときはこれをなんか藁でいぶしてどうのみたいな。ね。すげえ、カツオ作ってみたかったんだよ。はい。隊長がいつも釣って釣っててですね、本当に。それで刺して。網の上にくっつけちゃうと、はい、あのくっついちゃうから。あ、なるほど。ほら、熱でガシッとくっついちゃうでしょ、うん、だからくっつかないようにこれで握力で、こういうふうに焼いて、ここだけちょっと焦げ目がつけば、こっちは焼かなくていいから、そしたら切るから、っていう、そういうことなんだよ。うまそう。それは釣り屋さんに任せるから。おっ、焼きがかり。なんか焼きがかり。やりすぎやりすぎ、もうやさない。すっげえ火を切った。じゃあ皮の面だけちょっと炙っていく感じで。さあ、出力発。ちょっとでいいってよ。カツオの土佐。土佐作りに行くんじゃないですよね。なんで土佐作りって言うんだろうね。カツオは土佐。はい。隊長、僕の火力アップ見ますか。近っ。近っ。翔さんが燃えるって。そこで吸ってみてよ。ほい。吸ったらすごい。肺が燃える。肺ないから火が出てんじゃない。オッ
キュッてなったよ、顔が。おいいと思うよ。だってほら、身までもう回ってきてるもん。あ、弱火。こんなもんかね。あ、オッケーオッケー。あら、あ、あれ生姜が入ってるんだ。へ、あ、本当だ。これでいい出汁が出る。これ何のアラですか？メジナ、いろんなカツオと。メジナカツオ、カンパチ。カンパチ。で、それで今度は、ショウさんが今さばいてる骨なしの身を、いいとこ、そこに入れて、それで、キノコ入れて、ここで、うどん入れて。わぁ、おぉ。そうしないと始まらない。じゃあ封印します。封印しよう。さよなら。くっついてんだよ、ここに。お刺身が完成です。完成しましたね。うまそう。生姜、ガツオ。あれ、生姜、生姜醤油。生姜醤油を。そこで擦るんだ。なんかこう、100均の癖してチョコ材なんだよ。まな板で擦れるって。こんだけついてるの。なんか擦るやつが。へぇ。100均まな板。100均まな板。いいですね、チョコ材。チョコ材だな。僕たち男だから。あ、漬けだ。漬け、なんか漬けだ。色も買っちゃう。はい、昨日と同じ漬け。それピリ辛のやつ美味しいんだよね。これはメジナね、まずね。メジナ。わー、お刺身だけで。これあれだ、私が釣ったやつだわ。よっしゃ、できた。できましたね。やりました。はい、やりました。2日目の料理の時間、晩酌の時間に行ってまいりました。来ました、来ました。杉岡健太隊コラボ祝う2日目で、このしべたいおビールでな。しべたいやつで料理もいっぱいあるんだよ。じゃあ今日行こうぜ。おい、乾杯。乾杯。乾杯。杉岡です。おお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 、カルピス、カルピス、炭だらけ。あー、今日は冷えてる。やっぱり釣ってねえけど、人が釣った料理をこういう風に見るのはなかなかいいもんだぜ。じゃあね、早速ね、食ってみましょう。食ってみましょう。って俺が言う筋合いのもんじゃねえんだけど。よっしゃ、食ってみましょう。食ってみましょう。今日旗が釣って、これ、うわ、これを生姜醤油で、そうですよね。うん、いきます、いきます。これ、ここ、これ、いきます。あ、うん、うまい。おいっち。バターうまか。バターうまかパティ。やったー。うん、うまか、うまか。私も行かせていただきます。一緒に行きましょう。ここな、ここ、ここな、ここ行くぜ。ここな、ここ、これはもちろんよ、こっちのよ。これ、生姜醤油な、つけてな。生姜醤油をつけてな。じゃあ、行きます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 。うん、うん、うん、これは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 、これ、おいちい。やったー。いや、これはおいちい。俺もおいちいしたい。おいちい。うん、じゃあ、これうまい。うん、もう一個な、じゃあもう一個いかせていただきます。ここを持ってな、これな、これな、これだよ、ここだよ、ここな、わさびつけてな、ザブザブって生姜つけてな。じゃあ、ここな、じゃあ、じゃあ、いきます。うん、これや、これはおいちい。やったよ、やったよ、おいちいよ。よかった。これ、カンパチ、カンパチです。カンパチ行きたい。カンパチもありますよ。そういえばカンパチ行こうぜ。はたくんからカンパチ行きない。あ、そうです。あ、じゃあ、頼んだからさ、取ってない。行儀が悪いけど。頼んだからさ、それ、まあ、わさびでも生姜でも、どっちでもいいんだけどね。どうすか？めっちゃずっ、あ、ごめん。うまい。うまい。あん、あん、あんって言った。じゃあ、私も。これな、ここ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 な、私もな、ここ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 な、行きます、行きます、行きます、ここ行きます。お、お、プリプリしてる、プリプリしてる、プリプリしてて、これはベラ、ベラ、おいちい、おいちい。刺身といえばビールでしょって感じで、ほら見て、これキンキン冷えた朝日だよ、生だよ、これ絶対うまいに決まってるよ。それでは、いただきたいと思います。時間ないね、みんなやってるな。いいよ、いくらでも。こりゃうまい。幸せだ。鍋ができるまで少々無言食べますか。食べますか、鍋までは。ちょっと味見してみてよ。これだけで何、塩も何も入ってないんで。あ、出汁取れてる。黄金色。
うまい。まあ、薄味だけど。ああ、うまい。ちょ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 、魚の味が本当する。めっちゃ出汁取れてる。へえ、黄金色。あ、うどんとか本当合う。ああ、ね、海鮮ちゃんぽんとか。ああ、うどん。うん。あらで取った出汁、黄金色の。美味しいでしょ。どうですか。あ、ほんとだ、うまいでしょ、すごい濃ゆい、なんか密度が濃ゆいでしょ、魚が、ね、この濃厚な味が、で、ここにキノコ入れて、キノコとか切ってじゃ入れて、で、食える、今度は骨のないメジナの身も入れて、こっちですね、これを入れるんですね、それで、うどんで、俺の嫌いなうどんを入れて、嫌いな、嫌いなんですか、あんまり好きじゃないんだよ、でもまあ、こういうのはうどんかなと思ってね、みんなの中にね、僕うどん大好きです。釣り子さんは多分うどん好きだな。正解です。そうでしょ、さすが隊長。そこにそこにまず入れます。おお、えのき、うんうん、焼いて食うもの以外は入れちゃえば半分ぐらいはいいですよね。それは焼いて食わないで全部入れちゃったもんね、うん、エリンギとか、うん、焼いて食うエリンギ、あ、そうですね、うんうん、完成を待ちましょう。待ちましょう、うん、眠そうですね。眠い。頭とかあれは尻尾はくっついちゃってるみたいに身がくっつかないです。塩止まりの死者出たな、この汚いわ、なんだ今の。え、おー、出たよほら、塩止まりの死者。わー、出たよ、これね、これとうどん、うどんもできてたよ、ほら見てくれよ、めっちゃ砂がキュッてなってる。ほいで、こっちが塩止まりの死者。出たよ、隊長とハマっちまったよ。この異常な時間は何なんだろう、異常な空間は。カオス。カオスだよ。カオス。なんか鱗が硬くて取れない、はい、けど焼いたら取れるようになる。おお、簡単に取れるやん。それ全部鱗？鱗ですね。うわー、すげえ。ベロベロベロって取れる。これ普段普通の人は食わないんですか、釣り人？うん、関東では食わないけど、こういう風に焼いて取るか。本当だ、ね、鱗すげえ。もう鱗を取らないでそのまんま焼いて、そう鱗を剥がすと。焦げた鱗を剥がす。もういいじゃない。ちょ食ってみてください。食ってみてくださいよ。いいですか。それでは行ってみます。あ、うまい。美味しい。あ、よっしゃ。じゃあ、じゃあ隊長も。これ毒味。じゃあ俺が食ってみようね。え、これめっちゃうまいですよ。めっちゃうま。どれどれ、ここな、この一番美味しいとこ。ベラマッチョうまいかな。ここな、ここいきます。いきます。超タンパク。うん。うん。うん。これは。これは？アイチ。アイチ行きました。でもね、これうまいわ。これね、上品。うん。これは上品な旨味がある。本当に美味しい。いや、旨味あるよこれ、うん、でも旨味ある、旨味が、なんか油乗ってるわけじゃない、でも旨味があるね、うん、うん、めっちゃ美味しい。どう、あ、溶けないですか。溶ける。そうでしょ、とろける、とろける、うん、美味しい。足についてたカップヌードルのトマト味。おい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 、人気者。こういう風には食うと思うな。よいしょ、おお。まあ、これをつまんでください。これもなんかちょっと箸触った感覚やけど、ホロホロってなってる。うまそう。油が、うわ、うん、すごい。クレイジー、これもいく、うん、クレイジーとこ。裏はいっぱいかけてあるから。オッケー、じゃあクレイジーとこ。ノンクレイジー、ノンクレイジー。じゃあ行きましょう。お、これ行きます。じゃあこのとこな、ちょっとな、ここ行きますよ。傾くって、傾く。うまそうだよこれ。うわ、これうまそうだよこれ。うまそうだよこれ。出るか。うん、うん、せーの、これはおいっちー。いやー、やったー、ハモった。メジナはね、この皮が美味しいんですよ。皮が旨味なんですよ。だから皮でも、皮付きのこう穴でもって出汁を取ると結構いい出汁が出る。ああ、そういうことか。そういう、そういうことなんだ。キノコからもまた味が出る。ねえ、絶対美味しくなるよこれ。あと醤油入れて、うどん入れれば、もううどん好きにはたまらないけど、うどん嫌いだから。うどんできたって。うどんできたみたいな。うわー、美味しそう、美味しそう。あ、つ、多分つ、つゆが大事ね。つゆとね、その野菜も大事やね。つゆと、うーわ、つ、熱い、熱い、めっちゃ熱い、ね、熱伝導率。ね、伝導率がすごい。魚も大事。あ、そっか、魚も入ってる。おー、出た。もう、ちょっと行ってください、どうぞ。ちょっと、じゃあ魚もらいます。あ、優しい。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 いや、これ、うどんに絶対合うと思う。
そう、うまそう、うん、合う、めっちゃ合う。うどんの味はよくわかった。合う合う、よかった、うん、うどんに、うどんに厳しいやつがいますよ。あ、そうなんだ、うちにも。俺ちょっとうどん、うどん指南役ね。うどんに厳しいやつがいるんですよ。厳しい、厳しい評価が出るかもしれないですね。これは難攻不落な最高週7うどん食ってましたもん。うわーすごい。うどんじゃない、うどん自分で入れてください。うどんじゃないでしょうか、うん、うどんからいきますよ、うん、ここは。どうぞどうぞ。うどん俺作ったわけじゃないからね。だしが、あ、おいしいおいしい、うん、おいしい、やった。海鮮うどん、ほんとに、うん、でしょ、新しい、これ超おいしい、新しい、やった野菜のだしもめちゃめちゃいい、これ、うん、キノコおいしいからね。キノコがほんとにおいしい、魚とキノコって結構合う、うん、濃厚。じゃあどうぞ、あらだしで、熱伝導率がすごい、ほんとに下から持ってたらすごい熱い、優しい。釣り岡が優しいっていうのは薄い。ちょっとなんか、ちょっとなんかあまりいい評価じゃねえじゃん。うん、でも美味しい。海鮮、うん。新しい味。新しい味。制覇したぜ。釣り岡三人衆を制覇、制罰。やったー。制罰。制罰。ここでついに県産隊は勝ちました。でもなんか醤油入れてた。わー、醤油入れて、醤油入れたらね、2倍美味しかった、うん、ベラマッチョ美味しい。塩もうまい、多分なんかいろんなもの入れてるよ、うん、それなんか、あれなんかいろんなもの入れてるんだけど、あー、これでうまいぞ。もうクレイジーソース入れちゃったら美味しい、美味しい。あ、うまっ。リアクションが違う。あ、でもまあ一応セーバーしたってことだ。セーバーした、うまい、やった、勝ったよ。あ、醤油とクレイジーソルト、うまい。これでこの動画も終われるよ。そういうことね。はい、中分けで、中分けで縁も竹縄ですが、うん、今たぎました。またいだね。25分、うん、まあここら辺で今日の宴は終了としますか。はい、満足です。満足ですね。本当豪華料理だった。豪華料理、県大会に負けたし ね、 ですね、最終的に。なんかいろいろこっちの方がいっぱい釣ったりとかしてたけど、はい、なんかうどんで決着がついた。結果負けちゃったみたいな。結果負けた。惜しいからいいよ。よし、皆さんもう限界でしょ。2日目の夜終了っていうか、もうこれで終了だ、はい、明日も釣りしないんですよね、はい、いっぱい寝て、はい、いっぱい寝て、はい、これで県探隊とのコラボ終了、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。今度はじゃあ九州で、はい、お願いします。で、これは塩止まりの死者。死者だよ。夜の死者。夜の死者。で、これは塩止まりの死者。思ったな。OK。はい。というわけで、お疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。バイ。フェリー乗り場まで戻ってきました。翌日フェリー乗り場です。今から 3,4 時間ぐらい船まで待機。唯一のひととき。おにぎり美味しい。で、県探隊はといえば釣りに歩いていきました。やっぱね、俺らね、本物の釣りバカにはなれんよ。いろんな人とコラボしてきたけど、まだするとって毎回思うもんね。徳さんとかもさ、また行くかって、もう十分やろうっていつも思う。ヤグラさん、ん、手もらった。あ、ヤグラステッカーね、必聴ステッカーだっけ。そうそう、県探隊の隊長にもらいました。いただきますか。バスロットに貼ろうかな。バスロットに貼ろうか。で、この後は帰って宿泊まって、宿泊まった後に、そうそう、ユキと合流して、またおこう。で、あの海上釣り堀に行って、で、キャンプ場行って、うん、料理して、うん、で、ウームに行って、うん、編集して、うん、で、その後、あの登録者10万人以上のイベント、うん、100系イベントっていうのに、うん、パーチーパーチーに、なんかドレスコードとか言われたから、俺どうしよう、穴開いてるけどいいかな。いや、適当な格好で行くよ。ドレスコードね、一回釣りの格好で行ってみて、断られたら諦めて帰ろう。みんなドレスみたいなのできてたら、うん、場違いでしたっつって帰ろうか。ライフジャケットね、ライフジャケット着ていくからね。
じゃあそういうことで、はい、ゆっくりしましょう。はい、はい、東京本土に帰ってきました。帰ってきました、ね、帰ってきたのかな我らが帰っていくのは九州上陸だ。建物が高いから怖い、ま、ね今これなんていうところになるのかな。いや、映してるじゃない。港栄橋。それはどこに走る。来るとき、うん、この辺六本木ヒルズ見えたから、うん、事務所は多分近いんだと思う。まあ、明後日またここに来る。またここら辺六本木に来るから、あとりあえず今日は今から宿探して、うん、で宿泊まって神奈川県の釣り堀行くから、うん、神奈川県の宿を探して宿泊まって釣り堀で釣りして、はい、バーベキュー場で料理して、はい、でまた六本木に向かってまた一泊して、うん、YouTube のイベント、はい、忙しいな。忙しいっすね。ああ忙しいな俺。ヨネさん俺が忙しいね。今は生きてるって感じだね。いやなっちゃうな。帰りたい九州。恋しい。もう幽霊出てもいいから家に帰りたいな。疲れた。佐賀の何もない平地を見たい。ね。でもあれ体調いい人だったね。やっぱ。なんかやっぱね今回ね全然超過なかったんだって。ああ。初めてお持ち帰りがなかったんだって。今までは絶対お持ち帰りで何かしらあるんだって。夜に突然メジナが大量に連れ出したりとか、うん、イサキだったりとか、そうそうイサキがいっぱい連れたりとか何かしらあるけど、今回は何にもなかったって。まあでもメジナの30ぐらいの3匹ぐらいだからね、超過的には。まあとりあえず神奈川県向かいましょう。向かいます。とかユッキーと待ち合わせね、うん、駅まで近く来てもらって、はい、迎え行って駅に行ってね、駅に行ってユッキーを迎えに行くよね。オッケー。